こんにちは、かよです。先月6月のお気に入りの時期を逃してしまったので、今日は最近のお気に入りアイテムを紹介したいと思います。初めて紹介するコスメやコスメ以外にも、今韓国で話題のアイテムをいろいろと紹介していきますので、ぜひ最後までご覧いただけると嬉しいです。では早速始めていきます。まず最初はこちら、アヌア白樺70水分ブースティングセラムです。こちらはアヌアの新発売されたシリーズとなり、ファイの美容液部門では現在県外、口コミ評価は 5.00 です。こちらは白樺樹液 70% とパンテノール10種のヒアルロン酸が配合されており、インナードライをケアしてたっぷりの水分でバリア機能を高める効果が期待できます。成分も優しく弱酸性のセラムとなり、お肌の鎮静、皮脂調節、水分供給ができる夏にぴったりの美容液となります。テクスチャーはさらっと流れるような少しとろみのあるタイプです。さっぱりしているのですが、伸ばすと不思議と1回でもお肌がしっとりもちもちになり、表面はさらっとしています。少し水色をしているのは水分維持効果のあるマラカイトエキスの本来の色です。香りは一切ありません。こちら使ってみた感想は、アヌアは本当にハズレがないと思うぐらい製品力が高くて大好きなブランドです。白樺系のスキンケアは以前ラウンドラップで使ったことがあって、こちらも保湿力が高く癖のない使用感ですごく愛用していたんですけれども、アヌアの白樺シリーズも本当に使用感が良くて、特に最近この暑い夏の季節によく手が伸びる美容液です。同じシリーズのクリームもあるんですけれども、クリームの方は美容液と比べて結構しっかりと保湿力が高いので、乾燥肌さんにいいかなと思います。個人的には今の季節はこちらの美容液がさっぱりとしながらもしっかりとインナードライを防いでくれるので、夏の水分保湿アンプルとしてすごく良かったです。続いてこちら、ディデュアトラブルリリービングエッセンスです。ファイの美容液部門では現在県外、口コミ評価は 4.27 です。こちらは鎮静効果のあるマチルスオドラチシマ樹脂エキスとヒノキエキス、そしてティーツリーよりも5倍も鎮静効果のあるテルピネオールが配合されています。その他にもノニエキスが配合されているので、鎮静だけでなくお肌のバリア機能を高める効果が期待できます。テクスチャーはさらっとしたみずみずしいジェルタイプです。清涼感のあるハーブの香りが広がり、ほてったお肌や赤みのあるお肌をひんやりとクーリングしてくれる感じがあります。馴染んだ後はさっぱりとしてベタつき感もありません。使ってみた感想は、こちらも夏にぴったりの美容液でした。同じシリーズのトナーとジェルクリームも一緒にライン使いをしてみたんですけれども、乾燥肌の私はライン使いをすると少しさっぱりとした印象だったので、ニキビ肌さんや脂性肌さんの方でさっぱりとした使用感が好きという方はこちらのライン使いもおすすめです。個人的には特にこちらの美容液の使用感がすごく良くて、高い鎮静効果も実感することができたので、最近肌の調子がちょっと悪いなって思った時にはこちらの美容液を使うようにしています。こちらジェルタイプで容器がポンプ式となっているので、朝の忙しい時にもスポイトで垂らしてみたいのがないので、何気に便利なところも気に入っています。成分も優しく、ビーガン処方で環境に優しいというコンセプトのブランドなので、最近こちらも信頼して使っているお気に入りアイテムです。続いてこちら、ウェラージュリアルヒアルロニックブルーアンプルです。ファイの美容液部門では現在85位、口コミ評価は 4.43 です。こちらは純度 100% のヒアルロン酸を配合しており、通常のヒアルロン酸は二次生成までだそうなんですけれども、こちらは三次生成まで行い、より純度の高いヒアルロン酸を使用しているそうです。また高分子、中分子、低分子のヒアルロン酸が配合されており、お肌の内側から表面までしっかりと保湿をしてくれる効果が期待できます。テクスチャーはかなりサラサラとしてツツッと垂れるようなタイプです。化粧水のような感じですが、なじませると美容液のようなとろみを少し感じながらしっとりと潤います。馴染んだ後はベタつき感がなく、お肌がもっちりとする感じです。香りは一切ありません。使ってみた感想は、こちらコスパのいい保湿美容液という感じです。こちらは 100ml の大容量となっていて、9点で2970円だったので、通常は 30ml から 50ml の容量でだいたい 2,3000 円ぐらいすると思うので、それに対してすごくコスパがいいなと思いました。成分も優しく癖がないテクスチャーで、少量でも本当にお肌がすごくしっとりもちもちっとなるので、こちらデイリーの保湿美容液としてすごく使い勝手がいいなと思いました。続いてこちら、シドムールディーパンテノールアンプルです。ファイの美容液部門では現在24位、口コミ評価は 4.27 です。こちらはイギリス産プロビタミン B5 ディーパンテノールを 30% 配合しており、敏感になったお肌の障壁を強くしたり、弱ったお肌を健康な状態にケアして
してくれる美容液です。テクスチャーはとろみのあるタイプです。馴染んだ後はペタペタ感が残るので敏感な部分だけ私は使うようにしています。香りはあんまりいい香りではない不思議な香りがあります。使ってみた感想はシドムールは韓国の自然派化粧品という感じで、価格も安く製品力が高いというので結構ファエでも上位に入っているのが多いんですけれども、ファエで人気のピーリングやトナーを使ってからお肌がすごい一回大荒れしたことがあったので、それから怖くてしばらくシドムールは使っていなかったんですけれども、今回ディレクターパイさんがパンテノール成分1位に選ばれていて、その後気になって試してみたんですけども、すごく良かったので今回紹介させていただきました。こちらは12ミリと32ミリのタイプがあって、こちらは12ミリで1200円程度だったので、お肌に合うかどうかも負担なく試せるサイズというのが良かったです。そしてお肌の調子が悪い時に部分的に頬あたりに使ってみたんですけれども、翌朝にはトラブルとか赤みがスッと引いてくれたのを実感できたので、敏感の時の集中アンプルとして部分使いするのが気に入っています。続いてこちら、セリマックスノニエナジーリペアクリームです。ファエのクリーム部門では現在圏外、口コミ評価は 4.25 です。こちらは私がベストスキンケアでも選ばせていただいたノニアンプルと同じシリーズのクリームです。ノニエキス 55% とノニシードオイル 1%、 セラミドを配合した鎮静保湿弾力ケアができるクリームとなります。またシワ改善成分アデノシンを 0.04% 配合しているため、シワのケアも一緒にすることができます。テクスチャーは柔らかいクリームタイプとなり、ノニのうっすら緑色をしています。スルッと浸透し少しオイル感も感じられます。馴染んだ後はもちもちの弾力肌となり、潤いも長時間続きます。香りは清涼感のあるハーブの香りがあり、若干ひんやりとクール感も感じます。使ってみた感想はこちらも美容液と同様に本当に大好きなクリームです。ちょっと使用感がこってりとしているので、乾燥肌ではない方は夏の使用はちょっと重く感じてしまうかもしれないんですけれども、鎮静保湿弾力ケアが同時にできるエイジングクリームとしてもおすすめしたいです。塗った後はタイガーバームのような香りが結構残るので、本当に鎮静してますっていう感じの使用感もすごく好きです。以前も紹介したことがあるんですけれども、こちらも本当に大好きで一周回ってまた最近よく使っているクリームです。続いてこちら、アヌア青みかんビタダークスポットマスクです。こちらも新発売のシートマスクとなり、ファエのシートマスク部門では現在圏外、口コミ評価は 4.25 です。こちらは青みかんエキス 5000ppm とサジ、レモン果実エキスなどビタミンたっぷりの成分を配合しており、くっつかれたお肌やくすんだお肌を明るくケアしてくれるパックです。テクスチャーは薄めのジェルっぽいタイプとなり、顔に隙間なくぴったりと密着します。ビタミンジェルエッセンスがたっぷりと入っていて、ジェル状なのでシートの上から重ね付けしやすいのも嬉しいです。使ってみた感想はこちらはビタミン系なんですけれども、ピリピリ感などの刺激なく使えるというところが嬉しいです。ただ1枚400円とあんまりお安くはないので、いっぱい紫外線を浴びてしまったなという日のスペシャルケアとして使うようにしています。パック後はお肌の透明感が上がるような感じがあるので、翌朝のお肌の調子もすごく良くなるので、こちらはまた絶対リピしたいと思っているパックです。最後はネイルケアです。こちらオホラジェルネイルシールです。私は独身時代は結構毎月ジェルネイルをしていたんですけれども、結婚とほぼ同時に妊娠をして、それから5年間ぐらいずっとジェルネイルをしたことがなかったです。ネイルサロンに行くのと落としに行くことを考えるとなかなかできていなかったんですけれども、インスタの広告で最近こちらがすごい出てきたので試しに買ってみたら、なんでもっと早く買わなかったんだろうって思ったぐらい本当にお値段以上のアイテムでした。こちらこんな感じのシールになっていて、本物のジェルを 60% 固めたセミキュアジェルネイルだそうで、 60% だけシールにして固まっている状態なので、ピヨンと伸びてどんな爪の形にも合うようになっています。その後こちらのジェルランプで固めることで、本当にセルフネイルではないようなクオリティのツヤとか立体感が出るジェルネイルシールとなります。ジェルシールの中には約2回分のジェルシールとアルコール、ヤスリ、木の棒などがセットで入っています。使い方なんですけれども、まずアルコールで爪の油分を拭き取った後、爪のサイズに合うジェルシールを貼っていきます。貼った後は爪切りではみ出た部分を簡単に切っていきます。その後少し形を整えてジェルランプで 1,2 回固めていきます。固まった後にもう1回ヤスリで整えれば完成です。使ってみた感想は、私は本当に不器用で手先が細かいのがあんまり得意ではないんですけれども、そんな私でもこんな感じでパッと見何も問題ないようにつけることができました。両手こんな感じになっています。今回手の方を2箱買って2回やってみたんですけれども、多分慣れたら両手10分ぐらいで終わるんじゃないかなと思います。正直持ちの部分はサロンでするよりも持たないとは思うんですけれども、それでも 1,2 週間ぐらいは全く問題な
なくピタッとくっついていたので、お出かけの時とかちょっとした気分転換にすごくおすすめです。こちら1箱1300円から1600円ぐらいとなるんですけれども、これの中に約2回分のジェルシールが入っています。またこちらのシール以外にこちらのランプも必要にはなるんですけれども、楽天でシールとジェルランプのセットで今販売がありました。私はトップジェルとヤスリも購入してみたんですけれども、トップジェルを塗るとよりぷっくりとジェルネイルっぽくなります。あと取るときはリムーバーがあった方がいいなと思うんですけれども、こちらのリムーバーはスポイト式となっているので、爪に何滴か垂らして、木の棒みたいので付け根をキュッキュッと挟んであげると、ペリッと綺麗に取ることができて、爪も白くなったりそんなにダメージがなかったので、気軽に気分に合わせて付け替えることができるのもいいなと思いました。ネイルサロン行く時間もないし、今はなかなか外出も難しい時期だと思うんですけれども、家の中でも気分転換したいなって思うときに、ぜひおすすめしたいアイテムでした。ではここまで最近のお気に入りアイテムを紹介させていただきました。次回はまた新商品が続々と揃っておりますので、またまとめて紹介したいと思います。インスタでも動画のまとめや韓国コスメ最新情報をアップしておりますので、合わせてフォローしていただけると嬉しいです。こちらの動画が参考になりました方、高評価コメント残していただけるととても励みになります。ではまた次の動画でお会いいたしましょう。バイバイ。